準備には花を添えて離れるのは距離だけど、ありがとうを込めて歌ったこの気持ちに嘘はない、とさよならが教えてくれた、必ずまた会える、離れるのは距離だけど、ああ離れるのは距離だけど、距離だけど、4回生の皆さん、卒業おめでとうございます。皆さんの4年間は非常に大変なものだったと思いますが、最近の SNS とかで見る皆さんの顔、姿を見ると、あ、とても充実した4年間だったんだろうなっていうふうに思って嬉しく思います。また一緒にサッカーできることを楽しみにしてます。では、久しぶりです。ペッパー、わさび、まいちゃん、あと石つぶてか、卒業おめでとうございます。もう皆さんが4回生と思うとすごく早いなと思います。もうちょっと人数いたような気がするんだけど、みんな離脱したとか、なんかアメリカ行ったとか、休んでるとか話は聞いてますが、またみんなで集まっていろいろ話したいこともありますので、はい、ちなみに俺も来年どうかな、大阪行きますので、またみんなでサッカーしたり話したりしたいなと思います。またね、バイバイ。ご卒業おめでとうございます。社会人で大事なのはメリハリです。仕事をするときは一生懸命頑張ってください。遊ぶときは大いに遊んでください。で、その時坊ちゃんを誘ってあげてください。坊は喜びます。では、お元気で。4回生のみんな、卒業おめでとう。4年間よく頑張りましたね。4月からみんな社会人として頑張ってください。バイバーイ。お久しぶりです。イロハスです。皆さん、ご卒業おめでとうございます。まあ一年しか、一緒にサッカーをしていませんが、皆さんはとても優等生な代だったので、難なくね、この4年間走り切ってくれたんじゃないかなと勝手に思ってます。これからも頑張ってください。応援してます。さよなら。この手紙読んでいるあなたは、どこで何をしているのだろう。15の僕には誰にも話せない悩みの種があるのです。未来の自分に宛てて書く手紙なら、きっと素直に打ち明けられるだろう。今負けそうで泣きそうで消えてしまいそうな僕は、誰の言葉を信じ歩けばいい。中で今
4回生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。まずはペッパー、ペッパーは君はハンサムでとてもサッカーが上手です。キムも、君はイケメンでとてもサッカーが上手で、次は、メグも君はほんま目がクリクリしててジャニーズみたいでサッカーが上手で、キアもね、海外から帰ってきて、ただでさえイケメンでサッカー上手やったのに帰国事情になまでなってしまって、とても、いいなと思います。そして、あとはね、やっぱりです、わさび。わさびがやっぱり一番イケメンやなと思います。サッカーも上手やし。で、あとはまいちゃんも、書道とサッカー両立してて、すごく頑張ってるから、他のマネージャーもたくさん集まってきたのかなと思います。で、あとは田中花ちゃん。君の天真爛漫なところが明るさをもたらしたのかなと思います。この4回生7人がいたからこそ、今日サッカー部がね明るくなったのかなと思うし、その明るさを次の代の子たちが引き継いでくれると思いますので、また頑張ってください。ありがとうございました。4回生の皆さん、卒業おめでとうございます。コロナで大変な状況でなかなか、大学生活というものが楽しめなかったところもあると思います。でもその自分が置かれている状況で楽しめるかどうかはやっぱり自分次第だと思うので、まずは自分の気持ちを第一優先に考えて、次のステップでもいっぱい楽しんで頑張っていてください。応援してます。皆さん、卒業おめでとうございます。お久しぶりです。皆さんの将来に幸あれ。また飲みに行きましょう。バイ。4回生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。楽しい思い出とともに多くの困難を乗り越えて今卒業を迎えていると思います。この4年間の経験は皆さんの糧となり、きっと次のステップへとつながるはずです。行動力、バイタリティにあふれる4回生に負けないように僕も頑張っていきますので、皆さんもお仕事や研究の方頑張っていってください。応援しています。こんばんは、日向です。皆さん卒業おめでとうございます。4年間お疲れ様でした。来年から社会人ということで大変なこともあると思いますが、頑張ってください。バイバイ。私は今どこにあるのと、踏みしめた足跡を何度も見つめ返す。枯葉を抱き、秋めく窓辺にかじかんだ指先で夢を描いた。
4回生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。学業の両立であったり、新型コロナウイルスなど、様々な困難があったと思うんですけど、4年間サッカーを続けてきたことがあなたたちの財産であり武器だと思います。これからのステージでもその武器を手に、頑張ってください。卒業おめでとうございます。バイバイ。4回生の皆さん、卒業おめでとうございます。な今日サッカー部で過ごした4年間とかけがえのない仲間とガッツを忘れずに、これからも頑張ってください。また会いましょう。おい、ペッパー、お前話聞いてんのか、お前。4回生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。そして、入団おめでとうございます。4月から、デサビオでサッカーができることを楽しみにしています。舞ちゃんはマネージャーで待ってます。4回生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。大学生活は楽しいものになりましたか？社会人になって大変なことたくさんあると思いますけど、今日サッカー部でできたつながりを大切にして、また頑張っていってください。応援してます。はい、というわけでご卒業おめでとうございます。な今日はですね、遠く離れてるんですけど、すごく近くに感じるような存在です。さも先月に遊びに行ったかのような気さえしてますね、僕は。はい、4回生はね、後輩としても先輩としてもすごくいいチームを作ってくれたなと思っています。本当に感謝しております。ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、というわけでここからトイレ休憩の時間になります。この後シャトー、ハラミ、ロイと続くと思うんですけど、まあ今からトイレに行って、まあ大体ロイの中盤ぐらいに帰ってこられると思うので、ここからトイレ休憩してください。どうしても気になるのが僕は一つありまして、梅田くんは卒業できたのかなとちょっと思っております。もしね、まだ卒業してない場合は、小野田くんと秋田くんで責任を持って卒業させてあげてください。はい、お疲れ様でした。4回生皆さん、ご卒業おめでとうございます。ということで、この後にね、続く言葉をたくさんもらってね、多分今ね、頭の中パンパンやと思いますんでね、まあ僕からの一言だけにしようかと思います。頑張れ。以上です。4回生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。4年間で楽しいこともたくさんあったと思います。ですが、辞めたくなるほど辛いこともたくさんあったはずです。4年間辞めずにここまで頑張れたことは、必ず自分の力になっています。次のステージでも、泣きをサッカー部4年間過ごしたことを誇りに頑張ってほしいなと思っています。ではまた会いましょう。4回生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。コロナもあり、なかなか思ったような大学生活ではなかったかと思いますが、サッカー部のみんなと過ごした時間はかけがえのないものだと思います。社会に出ることになると思いますが、皆さん元気に頑張ってください。こちらシェフィールドでした。
優しさに出会えたことで僕は一人じゃなかった。誰も消せない心のアルバム、笑えるかもね。動き出した最後の時間、君に伝えたい言葉、涙邪魔して空を見上げたら春の音聞こえた。道君と歩いた今日まで、早く本当の彼女を作りましょう。お疲れ、メグ。
ペッパーさんご卒業おめでとうございます。ペッパーさんの打点の高いヘディングを見習ってこれから練習していきたいと思います。応援お願いします。ご卒業おめでとうございます。ポケカでは先輩との関わり方やポケカのルールなど様々教えていただきありがとうございました。卒業おめでとうございます。プロの頑張りに行きます。僕もキムさんみたいに水の滴るいい男になりたい。キムさんありがとう。在校生の言葉、誰にも負けない足の速さ、年々なくなっていくマイさんの威厳、いつまで経っても覚えられないポケカのルール、酔いつぶれてトイレで吐いたカリーさんと飲み会、いろんな思い出が蘇ってきます。これからも頑張ってください。頑張ってください。バイバイ。ペッパー、わさび、メグ、マイ、卒業おめでとう。動画はどうでしたか？長くなって申し訳ないですけど、その分4年間の思い出が詰まっていたかなと思います。それでも一部に過ぎないくらい楽しく4年間を過ごすことができました。ありがとう。みんなと一緒に卒業できないのは、とても悲しいんですけど、それでもみんなが送り出してくれたおかげで今なんとかやっていけます。帰ったらご飯行きましょう。また、ずっとこれからも仲良くしてください。改めて卒業おめでとう。